ラインからのビルドアップですけどね、はい、うまくこうポジションの取り合いですよね、右サイド両サイド含めて。この辺りだ、クロスが来た、山崎、あっという間に突き放しました。徳島再びリードを広げた前半22分、山崎亮吾今日2点目、今シーズン13得点。いや、徳島としてはここから一度ゲームが振り出しに戻って、さあ次の1点というところだったんですが、あっという間にここで突き放しました。そうですね、あたりのクロスの精度抜群でしたね。抜群でしたね、まあ、抜き切る前相手をかわしてクロス、まあ、ゴール前疲れて